はい皆様、こんにちは。株式会社、アイルワールド、海外生活コンサルタントの伊藤です。本日はドバイからですね、素敵なゲストが参加してくださっています。早速ご紹介します。アレジアンスリアルエステート営業部長兼日本統括責任者でいらっしゃいます、山本アウンさんです。よよろろししししくくおお願願いいいいまますすたは えー、そしてですね、あの、今日は弊社シニアインベストメントアドバイザーのダン・オカザキからですね、あのー、彼から主にビザについて説明をさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ダン・オカザキです。よろしくお願いします。はい。えー、っとですね、まあ、前回アンさんがですね、弊社の動画に出てくださったのはですね、今年2024年の2月だったんですね、約9ヶ月前だったんですけれども、結構、オカザキさん、あのー、当時かなり反響いただきましたよね。そうですね。我々、 ね、あのかなり毎週ではないんですけど、え提供してもらって、非常にあれですよね、見てくださる方が多かったプログラムでしたね。はいはい そうですねあの、後ほど自己紹介していただきますけれども、アンさん、日本語が堪能で,です、ね、あのドバイの不動産事情についても丁寧に説明してくださいますので、あの非常に安心できる存在にな,なってくれるのではないかなというふうにす、はいえー、と本日の物件紹介もです、ね、とても楽しみにしておりますよろししくお願いします。 はい。はいうん、えー、ちょっとですね、本題に入る前にお知らせを失礼いたします。各国のビザ情報を受け取ることができる弊社の LINE がございます。こちらの QR コードからですね、ぜひ登録をお願いいたします。はい。それでは早速進めてまいりますけれども、まずはアレジアンスリアルエステートの実績の紹介、そしてアンさんの自己紹介をえ、えー、とさせていただきますね。えっと、まず一番なんですけれども、設立は2019年。 なんでで、すねで。そこからの取扱い高がですね、えー、約5年でもう18億ドルと。 <laughs> すごいあの数字になってますけれども、うんえー、そして2番目が、これはあの、まあ、ドバイの、えー、有名な、えーとまあ、ディベロッパーからですね、各種のアワード賞を、まあ、受賞されているということだと思います。で、えー、と3番目なんですけれども、アウンさん個人としての,、まああのアワード歴ということで、2022年はトップセールス3位、2023年はえっと4位ということで、かなり り成績を上げていいらっしゃいますこれ、120名中っていうふうになってるんですけれども、その前回の2月にご紹介したとき、103名っていうふうにご紹介してるんですね。なので、まあ、そこから数ヶ月の間に約20名弱ぐらい増えていて、その中でも3位、4位ということでキープしてらっしゃるということですから、うん、かなりあの、まあ、実績を上げてらっしゃるっていうことになりますね。はい はいそしてまあ、これが、ね、数々のこう会社として受賞歴があるっていうあのこと証しになりますけれども、そしてアンさんは、えー、っと今年直近だといくらぐらいの実績なんですか、うん、い今年も大体たい0 100をいかないぐらいの売り上げをして出ますので。 あのここの右側の写真は大体その日本のマーケットに1年の、まあ、最初の1年に集中して、はい,はいでした。そうですねはい でえー、と山本アンさん、営業部長兼、えー、日本統括責任者でいらっしゃいます。も、えー、ともとパキスタン人のお父様とでお母様が日本人でいらっしゃってで、えーと、国籍も日本の国籍でいらっしゃるんですけど、でもドバイ在住歴は30年なんですよね。いやもうドバイでお生まれたんですよね、ドバイ山本んです、ね、アんさんは。えーうん、その人たちなんですね、ドバイで。母が北海道出身で大体1980年くらいに。うん あのドバイに移住しましたので、本当に何もなかった時からドバイを見てきております。うん、あ,あそ,うですかそうですね、はい、えー、今も、あのー、先週もいらっしゃってましたけれど二2か月に一度は日本にいらっしゃって不動産セミナーを開催していらっしゃるということで、今日最後にお知らせもありますので、えー、楽しみにお待ちください。 そしてえ、ここからは、まあ、なぜ今、ドバイなのかっていう、まあ、まあ、そうですね、特徴も合わせて、どういうところがいいのかということをですね、ご説明いただければとは思いますけれども、じゃあ、ここのところちょっと私が、うん、あの、簡単に、簡単にっていうか、スピーディーにですね、説明させていただきます。まず、あの税金がない国。あの 法人税がです、ね、あの2023年から導入されましたけれども9、9%、これもです、ね、ある程度以上、まあ、日本円で大体1500万円以上の利益がある会社に課税されるという形で,です、ね、あのそれほど広くあの課税されるというわけではないんで,です、ね、ままあ、税金、まあ、その他のです、ね、相続税等々全ですべ、ね、てタックスはフリー、そして、まあ、非常に安全な国である。 でビザ、ゴールデンビザ、これは不動産投資によって、ですね、まあ、長期間の10年間で,です、ねあの居住、あの長期居住ができる、ですねそういうゴールデンビザも最近導入された、これも後で説明しますね。はい、で通貨も安定してドルペグの状況、そうですね、今、日本円で142円ぐらい、1ディルハム、それからまあ地理的中心、まあ、いろんな面で旅行も貿易もですね、まあ、そういう面ではあの。 いわゆるドバイ、UAE っていうのは非常にあの、アジアとヨーロッパとアフリカを真ん中にあるですね、そういう非常に戦略的なそういうところに位置してですね、いろいろポテンシャルが高い。あと政府の政策、これはこの次に説明します。いわ,いわゆるえ国を発展させる、そういうマスタープランを持って、それに従って動いてきている。 まあそれから政府の公認、これはあの、まあ、不動産を買うときにあたって、いわゆるエスクロアカウント、これは政府がちゃんと管理している、非常にまあその取引も安全性が高い、そして価格の妥当性、これはあれですね、アンさんの方から説明してもらいますけれども、え不動産価格もです、ね、決してえ特に高いと、行き過ぎているプライスではないと、そういういことになります、はい、これがあの先ほどの政府の計画ですよね。 これはどうしましょうかドバイさん、ああアウンさんの方からちょっと説明していただけますかかしこまりました。じゃあ、あのまあ、一応、ドバイの一番、まあ、その不動産の価格を見ると、やっぱり上がったり下がったり時期は結構あったんですけど、はい、その一番の理由はやっぱり人口 <laughs> だったんですね。で、最近いろんなルールが変わってきて、やっぱり政府が気づいたのは、やっぱり人口をぴっ <laughs>、まあ、たり増やしていかないと、<laughs> またちょっと。 何だろうアンステーブルの方に行っちゃうから、あのうん、やっぱりちゃんとした、何だろう、えー、とゴールを立てましょうっていう、あのこういう2040年のアーバーマスタープランっていうのを立てました。うん、まあ簡単に説明すると、はい、大体今の人口を2040年までは大体倍に増やしていきたいという感じ。それも一回はもう達成しました。2010年から2020年までは、 あのこの10年の間も大体 2, 2倍ぐらいに人口を増やしていけましたので、はい、まだとは思います。あれですよね、外国人がもう長く安心して住めるような、そういう政策を国は取ってますよね、ゴールデンビザもそうだと思いますけれども。そうなんですよ、今まで一番長くいられる方法が、まあ、あのワーキングビザか・ウィザーか、法人。 のビザでもそれは大体2年,で申告あの2年で申告だったんですけど、今は本当あ10、まあ9年の後に申告みたいな感じなので、それでだんだんいろんなまとわりが変わってきました。うん これ、さっき僕、ちゃっト言いましたけれども、うん、まあ基本的に非課税の国、所得税、キャピタル減税、相続税等々ですね、ないと、まあ、法人税、これがあの2000、去年から導入されましたけれども、さっき言いましたように、えー、ある一定以上の,あの利益が上がっている法人にだけ9、9%のタックスが課税される、うん、それからビジネスオーナー、うん、これはですね、すねあの以前は、 あのドバイで法人を作るとき、いわゆるフリーゾーンっていうところでない国内の法人を作ろうとするとですね、100%の株式所有というのはこれできなかったんですけれども、これがですね、あのえあの法律が変わりまして、外国人が100%株主を所有することができると、うん、まあそういうようにえビジネスもやりやすくなってきていると、うんえ、投資家の権利も守られると、そういうふうに動いてきています。そうですね はい、そしてここで不動産価格の推移ですね。えー、これまだ2014年がピークというふうになってましたけれども、ただもうてて、ね。最近はね、強いですよね。はい、それ以上になってきているということですよね。はい、そうです。今年はもうそのピークを変えました。でやっぱりあの、まあ、結構聞かれるのは、今まで、今からもだんだん上がるんですかっていう、まあ、質問、結構聞かれるんですけど。 まあ、あのもちろん不動産も投資,、まあ、投資はやっぱりずっと上が,る上がっていくは,はずではないんですけど、まあ、エリアをちゃんと選べばまだ上が、うん、まだ上がってない場所に入っていけば、あのうん、まだあの上がる可能性が高いと思います。あとはやっぱり、えーあの、供給が少ない場所、そういうアドバイスを、ね、アウンさんにしていただきたいと。 そうですね、弊社でも、はい、もうそろそろバブルでは、あのーね、なんあのリスクがあるんじゃないかっていうふうにお問い合わせいただきますけれども、どういうエリアに購入をされるかっていうところを、まあ、見極めれば、まだまだ可能性はあるということですよね。左側も、あのそのこれが、うん、すみません、はい、これが水水族館の統計なんですけど、そのバブルリスクを計算する統計。うんはい まだドバイはまだ23番なので、<え>まだ、まあ、大丈夫かっていう統計ではちゃんと。あんあ東京が2になってます,す。東京が位になってますけど。<laughs> けど <laughs> 東京が今ちょっと危ない目なんですけど、やっぱり人口がすごく増えてきてるんですよ。うん、今のある物件の数は全然足りていないので、うん、まだ大丈夫かなとは思います。うんうん、そうですよね。しかもね、富裕層の人がね、ドバイに来て住むと。 人口を増やしてると、そういうのありますもんね。そうで、ん、す。はい。で、ビザですね。あこれは僕は説明しますね。はい。え、ゴールデンビザって呼ばれてるんですけども。これはですね。あの、0百万ディルハム。今の為替だと、約8400万円ぐらいになるかな。の不動産を購入して。え、これ購入というか、もう、この金額を全部ですね。払わなくてもですね。その200万ディルハムの。 まだ完成してない新築物件、それのですね、あの、頭金20%以上ですか。それをですね、払うことによってえ、このゴールデンビザの申請ができると。で、これをですね、あの、長期居住、10年間、えっ、えー、と、居住,居住することができる。そして、して従来のドバイの、そういう居住ビザはですね、まあ、法人を作ったりする形で作ったのは、まあ、6か月に1日。 はドバイに来てくださいと、こういう決まりがあったんですけれども、このゴールデンビザに限って言うと、その6か月に1回のドバイに来る、その条件がなくなりましてですね、えまあ、1年に1回は来てくださいと、そういう感じになりますけれども、あれ、声聞こえてます私の声聞こえてます。はい,い。それでですね、このゴールデンビザによって、まあ、不動産投資によるゴールデンビザ、これは非常に今、注目されて、人気が高まっているというところです。 あの、金額的にですね、低い75万ディールハムでですね、約日本円で3000万以上ぐらいなんですけれども、それをにあの購入することによって、あの、2年間の居住ビザ、これも発行されます。この場合は、あの、6ヶ月に1回は、あの、ドバイに来てくださいって、そういう条件になりますけれども、まあ、2つ、これがありまして、まあ、今、注目されているのは、そのゴールデンビザっていうのが注目されていると思います。はい。 そして今、えーと、ドバイには、えー、資産が100万ドル以上ある、まあ、いわゆるミリオネア、えー、富裕層の方々が、えー、流入をしてきているという、これは図ですね。状況ですね。うん、はい。はい、そうですね。今、ドバイが一番その富裕層を、まあ、アトラクトをしている国なので、あのーまあ、一番目の理由はやっぱり税金がほとんどないと。といあとは 治安がとてもいいんですよ。うん。クうそに関して今、まあ、いろんな国に行くと、結構、まあヨーロッパでもイギリスでも、すごく今危ないんですよね。あのうん、そうですね。で、ドバイはまだ警察は結構強いので、まだ治安はとてもいい <laughs> 良いと思います。はい、そうですね。これは不動産の管轄。そう、そうですね、だからちょっと。あ あ、じゃあ青さんの方から簡単に説明してもらえますか。うん、はい。で、あの DLD っていうのはそのドバイの統治局なんですね。うん、あの、ね、はい、英語で言うとまあ The Governing Body で、あの、まあだいたいそのドバイの不動産のルールと、うん、あとはあの、まあその建設の上がりあのなんだろうモニターしているあの、うん、まあ政府のグループなんですね。うん、すねはい。 で、あの、レラーっていうのは、そのエージェントを、あの、モニターしてる、あの、まあ、政、ま、府、あ、なんですけど、まあ、エージェントをモ,モニターするのが一番の、まあ、仕事なんですね。はい。で、面にあるエスクロ講座。エスクロ講座はとても重要です。あの、2013年の前にエスクロ講座っていうのがなかったので、いろんなディベロッパーが持ち逃げたりとかしてたのが、うん、の普通だったんですね。で、2013年の後に、このエスクロ講座が、 あのまあ、発行されて、そうですねで、ディベロッパーも、ただその口座開いてあの、お客さんからお金取る形ではなく、そのプロジェクトの全体価格を一応口座の中に入れないといけないんですよね。こ、うん、れがあのすごく重要だと思いますうんす。なるほど。うそうですね、投資する自体の非常に安心感が高,高まったんですよね、これでね。うん でンね。ィズ、はい、が上がると、まあ、そのデベロッパーがそこから、うん、あお金を取れる形になる取れると、そういう形です、ねうんはい。はい、はいで。これはエリア別の住宅価格のすあ価値の推移ということですね。そうですね。大体いい一番、うんいまあ、高い場所っていうのはやっぱり海沿いです。ファ、うん、ームジュメラ、ブルーウォーター、ドバイマリーナって書いてある場所の上にある、うんうん 丸い島なんですけど、はい、左上の島なんですけど、そこから大体あのジュメラベイアイランドって書いてあるあの、ね、場所が、そうですね、平方フィートあたりで一番今高いんです。うん、やっぱり今あ、すごく上がりきっている場所に入ったとしたら、まあリスク、リスクは高いとは思います。なるほど。<で>はい、やっぱり今か、まあ、中心に近いで、あの、うん そんなにまだ,まだ上,が上がりきってない場所とは、いいデベロッパーに集中すれば、まだいいあの利益があの、リマリー取れる可能性が高いとは思いますで。右側にあるメイダンシティっていうエリアなんですけど、一番目の中心、そのバースカリファがある場所なんですけど、うん、そこだったらまだそんなに上がりきってないの,の,ので、 あの英語で言うと Tier2 って言うんですけど、今から開発されている場所なので、うんうん、まだ上がる可能性が高いとい。ダウンタウンドバイに近いところでもそういうところあるんですね。そうなんですよ。ダウンタウンだったらもう300%ぐらいも上がっているので。はい、うん 上がるか今からは、まあちょっとあの気をつけて、あの物件を選ばないといけないんですけど、名イだったら、うん、まだ建設ができてない場所に入ると、やっぱりその、出来上がるとキャピタル必ず取れますので、うん、なるほどははいいまだ固い投資だと思います。うんうん、で今日はこのメイダンの、はいえー、物件ご紹介します、ね。そう で今、これが供給とレジデンシャル物件の中ではやっぱりマンションと一軒家があるんですけど今日の物件はマンションなんですけどやっぱりマンションもちゃんとした一つのデベロッパーが設計から建設するコミュニティを選べばあのその設備は そこに住んでる方しか使えないので、それでまた、またユニークになるんですね。うん、ただあの誰、どのディベロッパーでも入れる場所に行っちゃうと、やっぱり供給の制限がないので、そこでまだ危ない時期が出るかなとは思います。で、今のいい、一番いい投資、投資オプションとして、投資オプションはやっぱり一軒家なんですね。でも一軒家は大体3億から、まあ、あの3億ぐらいの物件から、うん、あの まあ価格は大体3億からなので、そこも後でご説明できます。アブさん、一軒やってると、やっぱりあれですよね、キャピタルゲイン目的ですよね、あの賃貸とかそういうのは簡単にできないですよね。あの逆なんですよ、本当は、あのああ今まではそういうニュアンスだったんですけど、やっぱりドバに移住している方が、結構ファミリーが多いので、はいはい、でここ 慣れてるんですで僕も今、一軒の,の方に住んでるんですよね。本当砂漠の真ん中なんですけど、ピースフルなエリアが好きなので,、あのー、で、やっぱりドバイの人口を見ると、ほとんどんインド人とアラブ人なので、今、はい、移住してた方はヨーロッパから移住してきてる。はい。だ、はい、らもう一軒は慣れてます。ああ、そうなんですか。<ー>そしたらじゃ買うんじゃなくて賃貸,賃貸でも。それとも えー、あの、リマウリも結構高いです。ああ、そうなんですか。いろんなオプションはあるんですけど、<そ>エリアによります。わか,、ま、かりました。はい。それが、ね、ドバイヘルだったら、もう3倍、4倍ぐらい上がっているので、<ー>そこは気をつけないといけないとは思います。でもまあ、あ<ー>まあ、まだ一軒家のポテンシャルも、まあ、一まあ、まだあります。わ、うん、かりました。はい。うんはい そうですね。これがその供給が多い場所なんですけど、まあ、左側の統計にジュメラビヴレッジ・セークルって書いてあるんですが、はい、ここは一つのデベロッパーさんが、ナキールが土地を買っていろん、まあ、小さく分けていろんなデベロッパーに売り始めたんですよ。だからどのディベロッパーも入ってこれるので、供給の制限がない。だから、利回り的には今はまあ結構利回りがいい場所なんですけど、賃貸利回り。ただ2020年、うん 5年、6年、7年はここが一番多くなるので、うん、のこういうエリアはあの先今の値段を見ると。要注意ですね、はいはい。で、そうですね。い、う、い、んうん、ですかはい。あと、ここはオフプラントはまだ完成していない。あのこれから2年。 先とかですね。そういう形でできる物件。これオフプランって言いますけども、それと完成済みの物件。これのちょっと違いを簡単にまとめてあるんですね。はい。で、オフプラン、建設中の物件に対するですね、あの、投資をする場合のポイントは、まあ、基本的にキャピタルケインが高いと、オフプランであの売られてる 物件のですね、探査権の価格はですね、もう出来上がっている物件と比べるとやはり安いとういう状況になって、これが1それからエスクロ口座がありますので、そこでですね、投資を分割払いする場合がほとんどなんですけれども、その他金もですね、エスクロアカウントで、アカウントで安全に保管される。それから利息なしの支払い条件。そそうですねれから 高いリターンオンエキュリティ自己資本投資率、まあ、投資した金額に対してのですねあのキャピタルゲイン、リターンが高い、そういうことで、あの実際問題あの、オフプランで分割払いの場合、30%とか40%払って、完成してない物件でも売れるっていう、そういうようなものが多くて、ですね、まあ、それでですね利益を上げることも、その,その可能性もあると。 話になりますでしかし、まあ、銀行のローンはできない。これがオフプランの特徴になります。あと、それに関して、レディーメイドって、これ、完成物件、まあ、完成してる物件をです、ね、買った場合は、これ、即賃貸に出すことができて、賃貸収入がもらえます。そして、銀行融資、これを受けることが可能です。まあ、これとこういう違いがあります。はい そうですね、これはあの、まあ、ドバイの、まあ、簡単に説明できるどういうエリアがいいかっていう。ここに赤いあの場所が今、海沿、はいなんですねで。やっぱり海沿いも気をつけないといけないのは、やっぱりすごく上がりきってますので、うん、今から開発される場所に集中した方がいいと思います。ただ、例えばその2番目のパームジャベラリーっていう物件もあるんですけど、 そこは、あの、すごくユニークで、大体10億、まあ、億円の,のあるお,お客さんが、あの、興味あれば、絶対にお勧めします。このパームジャバラリーは、今のパームより、まあ、今のパームジュメラをの間違いを全部開発して、今から、あの、パームジャバラリーを作る予定なので、ただちょっと時間はかかると思います。でも、まあ、マンションの場合でしたら、一軒家は結構早く作れますので、あの、うん こ左,の左の上のあれです、ね。これです、ね。はい、これがパームジャベラ。で、やっぱり右側にあるミナラッシェット、ドッグアイランドとあとジュメラレプペリンシュラという島が今から開発される、あの,あの、ま、海にある島ですね。海沿いはほとんどリースホールドなので外国人が買いなんですよ。で、あの海沿いの中はやっぱり外国人はこういう あの人,口人口の島しか購入できないので、それでまたすごく限られてるんですね。海洋では、うんうんで。やっぱりここにあるブルー,ブルーの色あの、このブルーの線を分かれば、うんはい、一体この不動産の価格、簡単な説明で分かる、うん。なるほどこれがドバイの、あのえーとえー、すみません、えーと、高速道路ですね。 例えば一番目の高速が二車線で初めて今十四十四車十四車線になってるんですね。だいたい二番目の高速道路 E44 アルケルロードを見るとそれが大体今十車線です。十車、うん、で三番目の高速道路がアルケあのシェイクモハムドベンザイルロードっていう高速道路でそこも大体八車線です。八車、うん、<で>線。はいそうです。で E611 って書いてある場所がエクレッツロード。はい、これが 4, 4, あの4回目の高速道路で大体発車さんです。8車線、はい。ここに E611 って書いてある場所に1億円を購入された場合は 4LDK のタウンハウスを購入できるんです。大体200平米ぐらい。 でも、パームジュメイラドマイマリーナに、その同じ1億購入された場合は、まあ、1億、一 l d k いかないぐらいサイズあんで, <laughs>、うん、であの投資にいいのは、やっぱり今から上がる、上がる場所に集中した方がいいかなとは思います。そうでしょうね。う<ー>で、テナント、あの、その,たあの、例えば借りる時のテナントも今から考えておいて、 購入された方がいいと思います。はい、うん、はい。でこれが海沿いの平方フィート単価ですね。で一番目のあの島がブルーオーシーズって言うんですけど、そこがだいたい一平方フィートあたりが六千八百ディルハム AED なんですけど、だいたい三百万円一平米あたりの単価ですね。うん で、2番目が j b r ドバイ・マリーナ。ここはたい2000年のデザインだったんですけど、うん、もう、まあ今は結構、まあ一つの中心ではあるんですが、やっぱりドバイに長く住んでる方は、あんまりドバイ・ま、ドバイマリーナはあ,のあんまり行かないと思います。やっぱり渋滞、うん、がすごくてうー、やっぱりデザイン的に結構古いと思います。うん であの3番目が MR ビーチファンツの3番目があの MR さんが作ったパームジュメラとドバイマリーナの間にある島なんですけどそこのマンションが降りてプライベートビーチがある場所なんです。うん、そこはかなり上がりきってますのでそこにも物件選ぶならあの、まあ、気をつけて選んだ方がいいと思います。はい、ここだったら MR さんから直接買うとちょっと今は高いと思います。なるほど。はい、うん で、パームジュメラが4番目の平方フィートタンクと大体400平方なんですが、それが150、まあ、万円。平あたりですね、うんあ。パームジュメラが一番高いってわけじゃないんですね。じゃないんです。ただあの、このパームジュメラの価格は、まあ、古いマンションと一軒家を合わせてからこういう感じなんですね。うんうん、この価格。一軒家だけ見ると、これより2倍ぐらい高いと思います。あそうですか、はい。 やっぱりプライベートビーチある一軒家もすごい限られてますので、それでまたあ,ま、うん、あのそこもローンチプライスから大体ミニマムで15倍ぐらい上がっています、うんで。次はジュメラベー・ベイク。ここが5番目の島すごいですね。うん、ブルガリーリゾートがある島で、やっぱりヘイホフィート高で、ドバイの中では一番高い。うん、で、ここはクリスティアノ・ロナルドさんもあの一軒家を大体100億の 土地を買ったんですよね。で、6番目がだい,たいあ、すみません、ジュメラベの価格が大体、あの、1万センディ0 0 d a e d なんですが、うん、大体480万平米あた、うん、りであってます。八8 5万円ぐらいですね。うん、うん、すごいですね。で、ラメールもあの、うん、6番目のラメールっていう場所があるんですけど、 ここはミラスのディベロップメントで、やっぱりここはそのリテールちょっと間違ったんですが、それでもかなり上が,って上がりきってます。大体、うん、ローンチされた時から3倍ぐらいは上がってます。うん、あそうで、すか、はいはい、でミナ・ラッシュ・エム・ア・ビーチ・ファン。この前の動画にご紹介した物件なんですけど、ここはあのローンチプライスからは大体い えーとね、40%ぐらいは上がってると思いますが、まだまだ上がる可能性があります。うん、なぜかというとあの、この島を比較するのは、やっぱり一番目のブルーウォーターアイランドと比較すればいいと思います。うん、なぜかというと、一番目のブルーウォーターズもあの高層ビルがないんですよ。ほとんど低層ビルで。1棟、うん、あたりだいたい200軒ぐらいしかないんですよ。うんうん この MR ビーチファン o も同じぐらいなあの低層ビルしかないので、あの、供給が少ない。で、あと設備も、うん、MR さんはトップなんですね。ドバイモールを建設した会社と、あとバイスカリファを作った会社なので、あの、やっぱり MR さんはそういう街づくりが一番上手です。うんうん、なるほど、はい。で、あと8番目、ジュメラ・ベイ・ペンンスラ、ここもすごいおすすめな物件です。 ここはオムニアートっていうデベロッパーさんでドバイのラグジュアリーマーケット、アルトララグジュアリー、もう本当、高級、あの、供給な建物しか建ってないあのデベロッパーさんなんですが、今はその、まあ、ミディアム系な、ちょっとレジデンシャルの方に今、あのまあ、集中して、あの、まだ価格としてはまだ、まだまだ安いので、ここはまだいけるとは思います。お支払いパーもすごいです。うん 9番目のドバイアイランドがあいわゆるそのオールドドバイの方にあるパームジュメランになる形なんです。うん、ここはショッピングモール、あと83個のホテル、あのマリーナを2つ、ゴルフ,ゴゴルフコースも2つ、とあとすごい供給な一軒家が作られる場所なので、ここはすごくおすすめな場所なんです。うん あかなり、まあ、海沿いと一口によっても、かなり、ね、エリアによって価格が、ねねえー、違いますね。うん、そすただから投資妙義が、ね、あるような物件も、えー、場所も場所もあるんですね。そしてあ、これが先ほどの海、ね、なら市と。で,ですえと、これが今、えーと、最初のローンチからかなり上がってきているという、今、これ図ですね。そうですね で、大いその、あの、8月の2023年から今の価格を見ると、もうたいえっとね、その時はたい5000万円で 1LDK を購入できたんですけど、うん、このエリアに、あの、MR さんから購入された場合、たい8000万円ぐらいの、あの、その同じ 1LDK が8000万円になってるんです。うんうん、そしたらゴールデンピザ、ね、ゴールデンピザで、あれですね。もらえそうです。信じで,できますね。うん、はい。 やっぱりエリアが今から発展される、うん、今からショッピングモールを作る場所に入った方が、うん、そういうショッピングモールが出来上がった瞬間にまたキャピタルが取れる。あとは、ここなぜ上がった理由は、まだ建設はそんなに上がってないんですけど、やっぱり一番最初に入った方が、ディベロッパーさんがそのままあの価,格価格を上げていくので、投資、うん、家様にそれがもう一つキャピタル取れる方法なんです。うん、うん うんうんうん、なるほど。はい、<laughs> そして、えっと、今日ご紹介する物件のデベロッパーがこちらですね、ショーバーですね。そうです。うん、ショーバーというデベロッパーは、やっぱりクオリティに関して一番ドバイでは高いです。高いうん、ドバイのクオリティは日本と比較,比較してはいけないぐらい、ひどい時はひどいですね。だけは クオリティはマンションからもうで100億の一軒家でも、まあ、クオリティは下がらない。うん、で、今はやっぱり移住してる方、ドイツ、フランス人、イタリア人、ヨーロッパ、うん、あの移住してる方と、あとアジア、シンガポール人の日本人でも、あのー、今出来上がってる物件のクオリティは理解できないと思います。だからうん ショパだったり今のタイミングだったらすごく重要が今から出るとは思います。シャパンのと MR と比べたらどんな感じですかあの ?MR はもう街づくりでトップでナンバーワンなんですけど、クオリティは本当に普通です。ああ<ー>、<ー>そうなんですか。ダマック、ナキル、ミラースト、ドバイプロペティス、クオリティはもうあ,のあまり変わらないです。じゃあシャパンの方が高いと、<laughs> いいと。あのまあ 簡単な説明なんですけど、あの、僕の友達が商売に住んで、一回も水漏れがあ、なるほど、そういうことです、ね。MR さんだったら、もう、もう、あ今も僕はエ r ルさんの物件に住んでるんですけど、あの、水漏れとかは普通です。時々、トイレに鏡をしたりしてるあ。ああ、そうですか。なぜかというと、エ r ルさんはディベロッパーなんですね。いろんな、ま、<へ>ディベロッパー さんは建設会社じゃないんですよ。そのデベロップメントをして、そのいろんな建設会社にコントラクトをあの上げるんですね。はい。その説明大丈夫かなわか,かります、わかります、ねうん。商売さんだったらもう自分で建設するんですよ。ああ<ー><で>、そうなんですか。はい。で、彼らの建設のスタイル、そのハーバードにも、あのハーバードのスタディにも一回出たことあるんですよ。うん,うーん あのマテリアルとかあの作りは全部インハウスなのであの今まで間違ってたのは MR さんみたいな街づくりできなかったんですよ。ハートランド1はあの一軒家だったらおすすめしてたんですけど今ハートランド2はその街づくりまあハートランド2は今からご紹介する物件なんですけど、うんはい、その街づくりをよくしたので だから今から、まあ、ここだったら上がるチャンスがあると。なるほど。わかりました。わかります。はい。はい。でえっ、ー、と、これが先ほどおっしゃった、もうすでに、えー、完成しているこのハートランド1の方ですね。ハートランドンですね。はい。ハートランド1の大丈夫ですかはい、どうぞすみません。で、ハートランド1はショバ、ショバさんの一番目の、あの、 いわゆる街、うん、コミュニティなんですね。うん、で、コミュニティっていうのは、街の中の街みたいな、まあ簡単な説明で言うと、例えば、この、あの、ショーバハートランドワンにある設備は、ハートランドワンに住んでる方しか使えない。うん、学校以外、例えば、うんあの、そこにあるジムと、あと、スミンプールは、ハートランドワンに住んでる方のみなので、あの、 まあ、それでだ、まあ、住んでる方に対してはすごく重要です。うん、で、あの、学校、あとね、ここは普通は病院とかもあるんですけど、ハートランドワンの間違いは病院もなかったんですよ。うんうん、病院もなかったで、ここのリテールのスペースが、うん、投資家にデベロッパーさんが始めたっていうのが一番目の問題点だったんですね。はい、まハートランドワンもあんまり勧めしてなかったんですけど、 あのーまあ、やっぱり立地が素晴らしいのでダウンタウンに約まあ10分ぐらいで行けるで。うん、ダウンタウンはドバイモールとバーシカリファーある街なんですね。うん、それでローンチされたプライスあの価格から大体いい30%は上がってます。うん、その理由はやっぱりショバさんの建設はあの遅れないんですよ。賃貸の需要もちゃんと。あの あのつきますはいで右側に見るとだいたいここはまあ商売ハートランドのあのえーとねこれがだいたい1年の取引と価格と賃貸利回りなんですねであのここはあの一軒家もも含めてマンションも含めてこの価格なんですだいたいあの一平方フィートあたりが二千二百ディラムうんうん、うん ただ、ハートランドワンの問題点が、やっぱり、あの、ここまあ、そのハートランドワンの中にある土地も別なディベロッパーに売り始めたところもあるので、うん、あの、ユニ、うん、フォームと、あの、あんまりユニークではない、あの、まあ、コミュニティとしてはあんまり良くないと思います。それでも価は、うん、上がってます。うん,うんうん。なるほど。で、 今日ご紹介するのが2ですよね。2そうですよね。うん、2で<す>はい。あえっ、ー、と、2ですね。ごめんなさい。えっ、ー、と、場所で言うと、あ、えっ、ー、と、メイダエリア、先ほど、えーうん、ご説明もあったメイダーエリアがここですね。これ、空港からどれぐらいの,、はい、あの場所になるんですか ?15 分ぐらいで行ける五5分ぐらい。いやい15、15分。十五分。高速使って15分ぐらいですね、<れ>車で。道は混んでないんですかあんまり、こっち来る道は。 時間によります今は人口がすご増えてきて<あ>やっぱり渋滞はすごい多い、うん、ああなるほどはいでも渋滞がなかった時もあったのでやっぱり人が少なかったのでやっぱり渋滞あった方がまあ安心します僕はなるほどねなるほどはいそれでえー、っとハートランド 2, 2そうなんですよ、うん で、このマスタープランを見ると、全然ハートランド版のマスタープランよりは違いますね。らい全然いいよ、全然いいと思います。一番上の方にある一軒家は、あのまあ、大体10億円からスタートなんですけど、この辺ですかそうですすかそうねんん、うん、水の周りにある一軒家が100億まで行くんです。うん はい、すごい。100億。1 <laughs> 億。すご,すごいですね。うん、で、ここに、あの、ちょっと真ん中に茶色っぽいな一軒家見え,見えますか見えますでしょうかこれ,これかなそうですね。はい。これが7000平米ぐらいの一軒家で、あの、商場の会長の一軒家なんです。あ <laughs> あ<ー> <laughs> もう。ど真ん中に。すごい。してますけど <laughs> す、ね。<laughs> はい。彼の,あのニックネームは、 パレスメイクなんですよ、うん、そのニックネームはやっぱりドバイ、まあすいません、ドバイではなく、もう、えー、と中東全体にそのパレスを作る、あ<ー>あのだろう、王様の王様にそのパレスを作るので有名にな,、はい、なったので、やっぱりクオリティに関してデザインに関しては結構、あの、まあちゃんとしてる方なんですね。うんうん、その会長は UAE 人なんですか インド人なんですけど、でも国籍はオーマンなんです。それはあんまりあ,<ー>あんまり人は知らないんですけど、うん、インド人なんですよ。PNC メネンっていう方。ああ、そうなんですか。はい、そのオーマンのパラスを作って、そこから国籍をもらったんです。なるほど、なるほど。なるほど。うん、でもそれは秘密でだ誰も知らない。<laughs> 大丈夫ですかこの動画で一般公開されちゃうけど。今 <laughs> 後なので彼はわかんないと で, <laughs> <laughs> であのそうですねあのでやっぱりえっと一番下にある写真を見るとここが水あのこの水は泳げる水なんですねプールみたいな感じです、はい、でここにあるお店はすごくあのまあ ハートランドワンの一番の間違いは、こういうリテールスペースを投資家に売ってしまったんですよ。なぜ、マティール、MR、メラスがそんなにいいデベロッパーかっていうと、やっぱり彼らは、あのここに住んでる方に対してのライフスタイルを考えてるんですよ。うんうん、例えば、じゃあ,あの、日本料理屋さんはもうありますで。その後に3つ日本料理屋さん入れちゃったらあの、やっぱり日本料理食べられない人もいるので、それで、 あのまあ簡単に言うとお金儲けだけた考えてない。ただ、ハートランドンは、リテールスペースを投資家に売ってしまうと、彼らはどういうテナントが入るかをあまり考えてない。うん、だから、ハートランド1のリテールを見るリテールスペースを見ると、あの小さなスーパー、小さなスーパー、小さなカフェと、とあとは、あの、ファーマシー、日本語でファーマシーってどうやって言うんですか。か薬局で、ね。薬局、<や>薬局<薬> 隣に薬局があって、その隣にまた薬局がある。うんうん、だからハートランドワンは今、リテールスペースをちゃんと考えて、どういうお店を入れるかを考えるので、それでここのライフスタイルはかなり変わってくると思います。うん、で、うん、クオリティがいいそれ、それすごい大事ですよね。うん、そうですね。そうなんですよ。あの、やっぱりここに住んでると分かってくるのは、どういう。 えっとね、そこを考えてない場所と考えている場所を見ると全然ライフスタイルが違います。うんうんか例えば、病院とかもちゃんとここに入れますし。はい、で、うんまあ、お店をちゃんと選んでからあの、ここのリテールスペースをオープンするので、それがとても重要です。学校なんかはないんですかここには。学校はあります。ハートランドンもあのノースランド,ンロンドンの学校なんです。 あと、ハートランスクールっていう、その、諸場さんがあの提供している学校なんです、ね。えー、で、ここの,あの下にある右側の方が学校なんです。うん、ああ、そうですか。こ<れ>はい。グラウンドみたいなのがありますね。で、プライベートスクールなので、とても高い学校です。うん、なるほど。はい。はい。いいですね。で、これが間取りとえ、うん、そうですね。 これが、まあ、一つの間取りなんですけど、ちょっとユニークで 1.5LDK って言うんです。普通はドバイは1、1> うん、2>, 2、3LDK あるんですけど、ここは 1.5LDK の物件なので、うんあの、このエリアに関してはユニークです。ここ、まあ、例えばああのエンテランスから入ってくると、ひだ左側に小さなオフィスがあるんですよ。うん、ああ、これありますね。はい。はい、で、あの、 まあ、ニエルにカンー、カンバーティバルな間取りみたいな感じなので、あの、まあ、ニエルには使えなくはないと思います。小さなベッド入れれば。うん、で、あの、まあ、あの、えっ、ー、と、そうですね。やっぱり、物件選ぶときもユニークな、はい、あの間取り選んだ方が、あの、供給が少ないので、あの、はい、また上がるチャンスがあると思います。 でここだったらあのあの、リビングも結構広い。で、あと、オープンキッチンスタイル側にあります。メインベッドルームが、まあ、大体ラグーンズとコミュニティに面してますので、やっぱりドバイでは緑が青に面する点だったら、あのまあ、失敗しないと思るほるほど。 これはいくら,いくらですか金額は。次ですね。れすねあれかはい。はい、大体8000万円ちょっとなんです。この間取りだったら。うん、であの、お支払いプランがありますので、頭金が20%。ント、うん、<で>最初に1830万円を支払って、ブッキングことですね。次のお支払いが9か月後なので、 結構かなりギャップがあります。うん、で、ブッキングから16か月でまたその10%ずつ続いていくんですね。うんうん、9か月、16か月、23か月、30か月までは10%、10%、10%、10%。10すごくるいです。うん、で、大体あの合わせてみると建設中は60%ぐらい。 お支払う形ですね。引き渡しの時40%です。そうですよね。ント。それが自分のお支払いプランなんですけど、この後にご紹介するセミナーの話では、支払いプランの特別なオファーがあるんですよ。なるほど。そうですか。ちなみにこれ、ビザ申請できるのは20%払った。 でえー、と建設自体が、えー、と進んでからということでしたかねあのそれが普通のルールなんですが、保証人取ればあの頭金だけを支払ってからも取れる可能性もあります。普通は20%でしたっけ建設,建設の35%って。うん いうルールなんですね。35%, 35ですね。十五パーセント、まあ、建設が進んでいれば、ビザ申請できるっていう、通常はルール。なるほど。はい。が、まあ、もしかしたら、は、えっ、ー、と、早めることができるかもしれないということですね。そうん。それは物件によるという感じなんですまあ、ディベロッパーによる。 えっと、まあ、ドバイのコネクションによ,るよります。あ、<laughs> ドバイ。独自のルートによる,る、はい、かもしれないとことですね。はい。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、それではそうですね。あのー、 今、いろいろお話をいただきましたアウンさんがですねえと11月23日の24日にえ東京にいらっしゃいます帝国ホテルで,ですね個別相談会を開催されるということですけれどもえとここで物件を予約された方にここにドバイ旅行の無料特典というふうにいろいろ特典がついてくるというようなことも書かれてますけれどもはい来られるんですね、えー。 そうです一,緒一緒にそのあの日本人チームの方も一緒にいらっしゃいますので、あのはい、ぜひ来てください,、はい。ありがとうございました。 まあ直接あの、これは、えーと、もしご興味のおありの方いらっしゃいましたらですね、一度、あのこちらの LINE を通じてですね、弊社にあのお問い合わせをいただければですね、あのせいあのお時間ですとか、あの場所というのをお知らせいたします。そして、えー、と最初にですね、まずこう、あの まあ住まれたい、あの近々お住みになりたいご,ご,ご計画が終わりかとかですね、あのご家族がいらっしゃいますかとかですね、そういったことを簡単にヒアリングさせていただきまして、えー、当日ご案内ができればというふうに思っています。はい。よろしいですかね。岡崎さん、何かコメントありますかそうですね。いやあのー ぜひですね、アドさんに直接会ってですね、アドさんいろんなこと知ってるから話を聞くのすごくですね、情報を伝えたいです。この動画だけじゃ全部教えられないので、はい。わかりました。楽しみにしてます。これ23日、24日はもうやっぱりすでに予約は入ってますよね。 なので、ちょっと個別にご連絡、まずは LINE でご連絡いただいて、ちょっと何日の何時であれば、あのまあ、もしくはちょっと別日で、えー、と特別にあの、まあ、弊社にご,ご来社いただいてです、ね、もしかしたら面談を、はい、のできる機会をです、ね、作れるかもしれないというふうにう考えています。 はい。ありがとうございました。うん、えー、本日はここまでですけれども、皆様いかがでしたでしょうか。えー、もしご質問とかですね、感想ありましたら、こちらの LINE とかですね、YouTube、あの、コメント欄でお知らせいただければというふうに思います。はい。で、よろしければ、YouTube のチャンネル登録と、あと、動画の高評価とですね、あと、通知の設定ですね、なんか、あの、ここでできるようなのでですね、えっ、ー、と、ぜひお願いいたします。はい。それでは、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。アンさん、ありがとうございました。 はい、ありがとうございました。はい、こちらで失礼いたします。失礼します。は